最近韓国でハロウィンのに参加した人の中で日本の、まあ、女性の方も亡くなったというような話を聞きました。まあ私は正直言って社内で、その私からするとちょっと理解できないような格好をしている人たちが入ってきて騒いでいるのを見るとですね、もちろんまあ自由な国ですからそういうこともあり得ることでしょうけれども、もし日本の方々がそんなにそのお祭りとかそういうの好きだったら、例えばですよ、日本で今クリスマス、もうすでにですねあちこち、ま、豆電球がこうもう今エネルギーが足りないと言いながらもですね、眩しく輝いています。でこういうことを全部ですね、なんとなく私としてはこの商業主義的な要素があって、例えばハロウィンの、意味とか、あるいはそれが日本にどういう形で日本の社会にためになるのかというようなことを全く考えないでやっていることに対してちょっと疑問に感じたり、あるいはこの日本という国がもしそういうその祭りとかそれ本当にまあ商業主義の人たちもですねやれば日本にもそういう材料がたくさんあります。今私は若者に伝統文化を伝える会という、これはある会社の社長さんが中心になってやっておりますけれども、まあ、私も毎年そこにちょっと参加して、そして日本のさまざまな伝統文化の催し物を見ております。これだけ素晴らしい伝統文化をたくさん持っている、歌舞伎にしても能にしてもですね、あるいはその和太鼓にしても三味線にしてもですね、こういうことに対して外国人がまあ関心を持ち始めている、外国人が来て日本で学んでて、それでちゃんとですね演奏者としてプロとして、やっている人たちもいるけど、日本国内においてそういう一般的にですねあんまり普及しているようには見えないですね。ですからまあもしあれだったらですね、例えばハロウィンよりも私はですね秋田の生ハゲ、こういうこともですねもうちょっとその伝統文化として外国からは見に来てはいるんですけど、でそしてそういう伝統文化のこと、例えばですね私が京都奈良なんかに行くと時々ですねガイドさんが自分が分からないとすぐあれは迷信ですからという片付けちゃうんです、英語で。でそれはね本来は全部意味がある、全ての祭りにはその祭りの起源もあって意味がある、そしてそれによって私たちの社会がいろんなことを学んでいく、そういう意味でですねこの伝統文化というのは私たちと私たちの祖先の間の接着剤みたいになってずっと続いているものだと私は思います。まあそういうことを考えてみるとですね日本はゴールデンウィークがあったり、それからシルバーウィークがあったり、まあいろいろ休みが好きですけど、なぜ休みかということはあんまり考えてない、その休みがどういう意味するかも考えてない。例えば文化の日はそもそもどういうことか、明治天皇の誕生日から始まってそういうことについてのですね説明が多分本来であれば小中学校ぐらいでもうすでに知ってもいいんじゃないかと、あるいはそういうことをしなくてもですね社会そのものが受け継いで、その多分ね世代の断絶というのはそういうことを継承しないから断絶が起きるんだろうと思います。ですので私はですね今月も文化の日に、その若者に伝統文化を伝える会に出席してですね
日本人の、まあ、最初は落語から始まりましたけれども、こういう一つ一つがですね、日本人ならではの仕草、表現の仕方、これは格好とかそういうことよりもですね、そういうその中、人間の振る舞いの中にもですね、その国なんかならではのものがあるということで、すごく感銘を受けました。まあ時たまその、今のところはその若者に伝統文化を伝える会という、まあ、特定の会、そしてある会社の社長が中心になって、個人的な、まあ意識のを持っている人たちが、集まってやってるわけですけど、本来であれば私はこういうことに対してもですね、商業者の人たちはもうちょっと外ばかりじゃなくて国内の向きに目を向けてですね、考えてもらったらどうかなと思います。また同じようにですね、例えば私としては今回のこの伝統文化にしてもですね、何にもこの骨董品のようにですね、ただ伝えるわけじゃなくて、それを磨いて、さらに今時代にあったような、例えばその、新しい物語を作ったり、して、そしてそれを継承していくというようなことをやってるわけです。私何でもかもですね、古いものをそのまま保存するという意味ではないです。古いものを継承しながら、またさらにその時代的な背景なども考慮して、それを発展させていくというようなことを、今回この、若者に伝統を伝える人たちを見てですね、まあ日本の中でもわずかですけれども、そういう人たちがいると。で、これがもうちょっとですね、日本全国に広がれば、それこそですね、訳の分からないと言ったら、私が訳が分からないだけでかもしれませんけれども、このハリウィンとかクリスマスとか、もちろんですね、キリスト教徒にとってはクリスマスは非常に重要だし、そしてその彼ら の, そのクリスマスを重要視することは素晴らしいと思います。でも私たちが何かその訳も分からないような形で、それに乗せられていることはですね、私はちょっと疑問に感じるわけです。で、それから先ほどちょっと申し上げましたように、例えばその戦後の日本はね、残念ながら英語できる人たちはややもすれば米国に迎合しなければならないような時代背景があったかもしれません。しかし今となってはですね、例えばその各お寺のいろんなお祭りとか、あるいはそこに現れてくる空想的な動植物も含めて、それぞれが意味を持ってそこに現れたものである以上は、そういうことを勉強してからやはりその説明すればですね、それの方が多分ね、外国から来る人たちにとっても親切だと思うし、で自分たちが勉強もしないでですね、いやこれは迷信ですけどねって言って、そしてその迷信で終わらせることはですね、私は自分たちの文化を徐々なくす結果につながっていくんじゃないかなと思ったりするんです。まあ、やぶさめにしてもそうですしですね、そういうその全てのことの起こりがあるわけですから、そういう例えば七福神、今回この伝統文化を伝える若者に伝統文化を伝える会ではですね、最後に七福神をまたちょっとこのアレンジして、そして最後に七神の福様のおかげですというようなことを作ってですね、やってましたけど、彼らはやはりですね、この七福神の神々のことについてもちゃんと研究している、
どの神様はどういう形で日本に現れて、どういう形でその日本でですね、このような形で、幸福、そして豊かさをもたらすための神様になったかということ。で、それをたどっていくと、やっぱり国と国の関係の深さというか、そういうことも現れると思うし、例えば日本の七福神の中には、もちろんその中国からの布袋様とか、そういう神々もいれば、インドの大黒様、弁財天様、そういうことがいて、で、結局その日本の、独自の神様が加えて、基礎になっている。で、私は冗談で、彼らにちょっと言ったんですけれども、今は3対3、中国からの神様が3対、そしてインドからの神様が3体で、日本は海老様だけだけど、結局その民主主義社会においては、キャスティングボードを握っているよと。これは半分冗談ですけど、半分ある意味でですね、民主主義社会において、例えばその日本独自の神様もその中に入れて、だから日本は何でもかもですね、全て魚の身にしたわけじゃなくて、ご先祖の方々は外から取り入れて、それを自分たちが消化して、さらにそれを磨き上げて、さらにそれに加えて新しい文化を作ったりですと、それが今日まで継承しているということであると思います。こういうことは本来であれば、私たちはおじいさん、おばあさん、お父さん、お母さんから、引き継いでやらなければならないんですけど、今はその間が途中で頓挫されて、いきなりですね、クリスマスとかハロウィンみたいに、商業的なベースで、驚かされているような状況で、しかもですね、それが他人に対して迷惑、そういうことを考えない。その自分が楽しむことはもちろん否定できない、いいことですけど、しかし自分が楽しむために他人に迷惑かけるということは決して許されないと思います。私は今回韓国において警察の責任問われてますけど、それもあるでしょう。だけど同時にですね、あそこに参加している一人一人が、全く自分たちのが何をやっているって、何の意味あるかということを分からないでですね、ただこう雰囲気に酔いたいという、迷うんじゃない、酔いたいというような雰囲気だけで行くということはね、どうかと思って、私たちができれば自分の目の周りにものが、素晴らしいものがいっぱいあるということにですね、気がついていただければと思っています。そしてですね、もう一つ私歓迎を受けたのは、今回の落語、これもですね、ストーリーとかそういうのは、もちろん落語にもこの伝統的に受け継がれたストーリーと、そしてその今の人たちが創造性を生かして、そして今の社会風潮とかそういうものを中に入れて、みんな笑わせながら、実際その大きな教訓というか、今の現状を訴える、そういうことが十分できるようなですね、素材を持っている、こういうことをですね、もう一回認識してもらいたいということをですね、この文化の日を通して、またハロウィン通して私が今痛感していることです。皆さんもちょっとだけですね、時間があったら考えてもらいたいと思っております。以上です。ありがとうございました。